なぜ料理を作ってるのっていつも問います。みなに、うん。誰のために作ってるのっていつも問います。やっぱりお客様のためなんですよね。僕ら料理人がやるべきだから。その愛情をかけてお料理を作るっていうのはやっぱりもうそれしかないと思います。今回は東京浅草にお店を構えるフランス料理店鍋のイズムさんにお邪魔しました。ミシュランガイド東京2024では2つ星を獲得した人気のお店です。渡辺シェフが考える人材育成の考え方について深く追求していきます。うちはまあその店のテーマがまずありまして、お客様を自分の家族のように思いなさいっていうのが私の店の一つの大義名分といいましょうか、まあ、テーマなんです、まあ、この少ない席数の中でうちは24しかないので、やっぱり細やかなサービスと細やかな料理をやっぱり愛情込めてお客様にあの召し上がりいただきたいっていう私の最初の立ち上げた考えがありますので、まあ、それをやっぱ実践してくれるやっぱりスタッフがすごく必要というか、まあ、一緒に働きたいというのが私の考えがあって、で大事にしているのはプロフェッショナル、プロとして、どうあってほしいか、プロ意識というのをすごい高い位置で持っていただきたいと思ってます。いつも厨房ではスタッフに注意する渡辺さんの姿がよく見られます。まあ成長しろよ、本当に社会人として、うん、料理人もそうだけど、まずお前社会人としても人に気配りとかさ、気遣いができないよ。アップだよ、毎回言うけど、はっきり僕は言います。いいもんはいい、良くないことは良くないよと必ず伝えるようにしてますし、言葉が特にあれですかね、うるさいというか、日本語ってちゃんとあるんだから、マジとかそういうのは絶対使うなって僕は言ってます。調理場ですよね、はい、入った瞬間にも気になったらどんどん言います。だから朝挨拶するんですね、はい、50、50ってみんなと握手しながら僕は全員と挨拶するんですけども、はい、顔を見て握手して目を見て、その歩いてる最中も、まあ、汚いよ、あ違うよ、片付けてないよ、うんうんうん、もう全部言います。声を荒げて怒ったっていうこと、以前はね、ありましたよ。正直、ロブションの時も毎日怒ってましたし、はい、今もね、今朝も怒ったばっかりだし開業当初は結構ピリピリしてましたね、ここに。もう8年目入ったじゃないですか、はい、開業当初はやっぱり何もやってないなスタイルというか、誰もやったことない未開のなんかプロジェクトというか、自分の中で今までと違うことをやろうっていう決意で始めた店ですから、なんかねピリピリしてた面、楽しくはやってました。はい、渡辺シェフと僕も23年一緒に働いてるんですけど、やっぱりその時々のシェフって見てるので、もちろん凝り方指導の仕方っていうのが、まあ、どんどん変わっていってるなとは、まあ、身にしなんか肌に感じてます、ね。はい、悪くない、難しいですね、言葉を選ばなきゃいけない部分もあるんですけど、でもまあそうですね、やっぱり全然違います。はい、一回すごく怒られたことが一件あるんですけど、まあ非常に、まあ、それはもう僕の落ち度なんですけど、まあ、営業中にちょっと長いこと携帯を見てしまっていたんですよ、まあ、業務連絡もあり でそれをお客様に目に入っちゃったんですよね。僕には直接お客様は言わなかったんですけど、会議用にシェフにそういうことを、まあ、あの人がそういう態度でフロアで立ってましたよっていうふうにシェフにおっしゃったんですね。で
それを聞いたシェフがどういうことだ、社員のお前はそんなんだよ、かっこよくしてほしいんですよね、かっこよく、はい、うん、誰が見てもかっこいい動きであったり立ち振る舞い、調理の仕草、包丁使い、ソースの感じ、すべてにおいてなんか人が人様で、ね、誰かが見てもかっこいいなこの人ってやっぱ思われるようにしなさいとは、ね、指導しています。あとはうちはね、調理場が静かなんですよ、音をねなるべく出すなって指令を出してます、はい、それはなぜかというと、はい、調理ってやっぱり音出るんですけど、はい、所作を気にしてすると音出なくなります。例えば冷蔵庫閉める音、あれもバーンってなるじゃないですか。いやいやいや違うぞ、もっと静かに手を添えて閉めなさいって僕は言います。それって何を表してるかって、僕はもう冷蔵庫作ってくれた人のリスペクトと、中に入ってる食材に対するリスペクトですよ。お前驚かないんだろうけど、みんなバーンって閉められたらお前食材驚くぞって、ちょっとファンタジーの世界のあれになってくるんですけども、僕はそこまで精神性というか考えたいです、ね、うん、食材とか道具に対する扱い方、はい、はい、ちょっと前も怒られたんですけど、柿をちょっと、まあ、放り投げたわけではないんですけどまあちょっと乱雑に乱暴に扱ってしまって、それをまあ渡辺シェフに見られて、やっぱり料理人パティシエとしてやっぱり食材に対してその扱い、まあ、考え方はどうなんだってことはやっぱりありました。極論言うと、東京ドームのマウンドでまな板出して物を切って5万人が見てると思いなさいって言います、そしたら 気をつけるよねって、みんなが見てるよってあなたの一球投げるのです。現在厨房では将来シェフを目指す14人のスタッフが働いています。まかないが僕は今その彼らの成長を見るバロメーターにしてて、この間も貝原雄山ばりにスープカレーがぬるくて、このカレーを作ったのかって言いながら温め直してこいっつって、それは励みであり恐怖であり、まあそれは僕のやり方なんで、だってお客様にこれからみんな美味しい料理を作らなきゃいけない、一番うるさいお客さんを黙らせろよと、でごちそうさまは必ず言います、はい、本当に美味しかったら美味しくいただきましたって必ず言葉を添えるようにしてて、料理の学び方が変化してきているそうです。インターネットじゃないですかね、それでだいぶ学び方が変わったのと、料理、僕らが若手時代はまず本しかない、翻訳機もない、スマホもない、パソコンもない、ラジオもね、ラジオはあるんですけど車もねですけど、はい、今ってものすごい恵まれてるんですよ、YouTube で例えばね、パリのルドワイヤン叩けば調理場の雰囲気だけでも味わえる、メニューが見れる、料理が見れる、いろんなグランシェフの所作、立ち振る舞いが感じられる、昔は修行行くしかなかったので、だから今調理場で例えば昔の料理を僕が再現したりして、みんながキョトンとしてる、はい検索って言ってるんですよ、それを検索しなさいです、だから検索して見て、こういう色味だとか、普通の立ち話で昔のヒーローもんが分かんないっつって、それを検索しろっつってで今ね、便利な LINE があるじゃないですか、LINE、はい、で僕らチームがあるんですよ、ナベノイズムの管理者チームっていうのがあって、はいはい、調理場四天王ってチームがあって例えば僕は朝壊れそうなママチャリに乗ってくるんですけど、はい、途中でパッてアイデアが浮かぶわけですよ、なんか試作したいなって時に、はい、パパパって調理場四天王の方にやると、はい、で食材用意しておいてくれってなるわけですよ、見てないとめちゃくちゃ怒るんですけど多分
分万国共通だと思うんですけども、はい、絶対師匠っているわけですよ、はい、弟子と師匠の関係ってやっぱあるので、はい、僕はまあうちの店は道場って言い方しますけども変な言い方ですけど、はい、鍋の泉道場ってよく言いますけど、はい、まあ、道場の、ね、経験者も旅立って方々で今ね活躍し始めてくれてますけども、はい、それも僕にとっては非常に嬉しいことで、うんうんうん、励みになるというか、うん、いつもあの教育方針の一つとして思ってるのは、鍋のイズムで働けてよかったなとか、鍋のイズムの道場で鍛えていただいてよかったなとか思ってもらいたいなっていつも僕は考えてますね、うん、はいはい、僕極論その指導は、みんなが旅立った時に役立ってほしいとか、うん、かっこいい所作で料理作るねって思っていただきたいのと、うん、師範としてはやっぱそれを育て上げて、はいはい、やっぱ食材に対する愛情であったり、うん、お客様に対する思いであったり意識であったり、うん、じゃあやっぱ植え付けてもらいたい場所ですよね、うん、それ、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。今日も道場では修行が続きます、はい、ここからまた世界に料理人が巣立っていくでしょう。